特集コミュニケーション技術の歴史コミュニケーションとは技術とはコミュニケーションとは情報意思意見感情などを他者へ伝達共有疎通することまたそうした表現言動を指すコミュニケーションを重ねることで自身の気持ちや考えが相手に伝わり相手の価値観人格事情などを無理なく受け止められ 互いに理解、協調を育むことができ、5回、すれ違いを防止することができる。要点は4つ。1、聞く。2、伝える。3、尋ねる。4、相手の立場で考える。語源は、ラテン語のコミュニス、共有、共通。技術とは、人類社会の要求、欲望を叶えるために活用される客観的な方法、手段を指し、 創造、発明、生産などへ繋がる活動と、素材、材料、操作などに関する知識を体系化して分かりやすく扱いやすくしたもの。語源は古典ギリシャ語のテクネー、技全般、ラテン語のアルス、人間の技、芸術。第一時代、有志以前人類誕生以来、文明が生まれるまでは、言語、文字によるコミュニケーションは、 ごく限られたもののみが用いる特典だった。文明なき文明とも呼ばれる前期、人々は原始的環境の中、自然に近いコミュニケーションを持ち、社会を築いた。古代文明とも呼ばれる後期、人々は小都市国家的環境の中、中央集権に基づくコミュニケーションを持ち、社会を築いた。第二次代産業革命以前。有志以来、 18世紀後半のイギリスで起こる巨大な社会変化までは、機械によるコミュニケーションは普及しなかった。中世紀文明とも呼ばれる前期、人々は中都市国家的環境の中、地方文献に基づくコミュニケーションを持ち、社会を築いた。帝国文明とも呼ばれる後期、人々は植民国家的環境の中、排他包括的なコミュニケーションを持ち、社会を築いた。 第三次第 AI 革命以前産業革命以来人知を超えた存在が現れるまではコンピューティングによるデジタルコミュニケーションが主流であった機械文明とも呼ばれる前期人々はアナログ的環境の中ローテクなコミュニケーションを持ち社会を築いたコンピューター文明とも呼ばれる後期人々はデジタル的環境の中ハイテクなコミュニケーションを持ち 社会を築いた。第四時代、月面革命以前。AI 革命以来、今を支える月文明創生までは、量子コンピューティングによるポストデジタルコミュニケーションが本命だった。論理 AI 文明とも呼ばれる前期、人々は多方的環境の中、共有、協力に基づくコミュニケーションを用い、社会を築いた。物理 AI 文明とも呼ばれる後期。 人々は多層的環境の中多次元的コミュニケーションを持ち社会を築いた現在の主流今後の展望宇宙空間で使用される通信手段は現在のところ主に硬派と量子であるがこれはとても速いようでいて実はかなり遅い地球月間の距離は約38万 km 硬派通信の遅延は約1.3秒しかし地球 火星間は5,500万 km から4億 km、硬波でも3分2秒を要する。探査や調査であれば辛抱できなくはないが、滞在や定住ともなればそうはいかない。では、どう改善するのか。ラッキーなことに、数年前から通信媒体としての利活用を実験され始めた多気温粒子が超高速通信への活路を開きそうだ。 存在しないとさえ言われた存在に注目が集まっている。ME14 年11月1日。マンスリーアースガザ ME14 年12月号。